はい、どうも皆さん、こんにちは。オオカミさんでございます。前回の動画でですね、ログスライダーは壊れないっていうのをね、前回の動画でちょっとやったんですけど、よいしょ、プレミア公開でね、プレミア公開面白かったですね。そこそこね、このね、ログスライダーは壊れない、壊せないっていうのをやったんですけど、やったっていうかやってみたんですけどね。これじゃあね、例えばこれをですね、大量に作ってこういうところにこう敷き詰めた場合ですね、一体原住民はどんな反応するんですかね。原住民もだから壊せないはずなんですよね、結局は。こっちまで来るのか、それとも途中で止まるのかね。あとその変異体もね、変異体もどういう反応するんでしょうね。これがもう本当海のように敷き詰めてあったらですね。ということで、ちょっとね、それ見てみたいと思いますね。なのでちょっと今からログスライダーをちょっと大量に作ってですね、この辺にですね、何十台もちょっと敷き詰めてみたいと思います。はい、よよ、こんな感じでね、ここ一面に、目標ここ一面ですね。はい、ということでちょっと量産してきますね、ログスライダーね。はいはい、ということで、スライダーたくさん作りました。はい。で、この亀スライダーね、亀で滑り降りるやつね、これもなかなか強度が強かったような気がしたんで、ちょっとこれの強度も見てみようということで、この横にね、ずらーっと作りました、壁のように。でここに、スライダーをたくさん並べたという感じですね。じゃあこれでですね、これでとりあえずアーティファクトを置いて原住民を呼んでみたいと思いますね。これね、この辺の真ん中ぐらいにね置いて、よっ。で、これ自体はね、質量があんまりないというか、多分軽いもんなんで、ひょっとしたら完全に蹴散らしてくるかもしれないですけどね。だから原住民がこれを気にせず突っ込んでくるのか、それとも一応これがあるからね、こっち来ないのかっていうのを見てみたいし、あと、変異体ですね、変異体が来た時に変異体はどうなんだと。あ、これ普通になんか普通に飛んできますね。飛び越えてくるんですね、普通にね。なるほど、原住民は飛び越えてくるんですね。早いな、お前来んの一番乗りだな。一番乗りですね、こいつね。飛び越えてきましたね、今ね。問題は、ジャンプできない変異体はどうなるのかっていうのがちょっと気になりますけどね。ああ、来た来た来た。現状に来ますね。飛び越えてくるんですかね。あ、飛び越えてきますね、普通に。おー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 おお。原住民は飛び越えてくると。そこも、溺れる溺れる溺れるぞ、お前、そっち行ったら。なるほどね。原住民、なんかでも、カメスライダーはやっぱりちょっと高さがあるんで飛び越えれない。あとは変異体がどうかっていう話ですね。これでも丸太乗ってたら飛び越えられないんじゃない、関係ないかな。今丸太一切乗ってない状態ですけどね、空のスライダーですけど、それ壊せない、それヒャーヒャーやったって。多分このカメスライダーの今日、あ、当たってないね、パンチがね。あ、パンチ当たらないんだ。カメスライダーが意外と最強なんじゃない、これ実は。防壁としてはね。当たらないね。あ、当たんないわ。お前死ぬ死ぬ死ぬ、溺れるぞ、海に入ると。変異体来ませんかね。あ、完全に当たってないですね。あ、溺れるぞ、お前それ。若干音がしてるのは誰か、いや、当たってんのかな。あの辺角のところはね、多分当たるかもしれないですけどね。変異体来ないかな。変異体来てほしいですね。溺れるぞ、お前そっち行くと。あ、向こう側行っちゃったあいつ。あいつ向こう側行っちゃったじゃん。溺れるぞ、お前顔出てんのか。ああ、ほらほら、言わんこっちゃない。溺れるって言ってんのに、お前。まったく。変異体来ませんかね。
変態来てほしいね。変異、あ、来た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 。お、走ってきた走ってきた。走ってきたぞ。やる気だ。こいつめっちゃやる気だ。めっちゃ走ってきた。そして、あ、蹴散らす、蹴散らす。あ、蹴散らしてくんのか、こいつ。関係ないんですね、全然ね。一切関係ない感じだな。普通に、普通に、普通に行くんだな、お前。すり抜けていくのか。マジか。関係ないのかよ、お前。おうおうおお、飛ばす飛ばす。おお、飛んで、飛んできた飛んできた。あ、普通に関係ないんですね。やっぱ質量がこれ小さいんでね。のスライダーね。丸太乗ってたらまた違うんですかね。まあ、どうなんでしょうね。うん、あ、もう一匹来ましたね。まあでも、このログスライダーは、まあ、もうこいつらにとっては関係ないですね。ね、障害物にもならない感じですね。うん、ただこのカメスライダーに攻撃が当たらないっていうのはこれ発見ですね。原住民の攻撃も当たらないですね。兵器隊の攻撃も当たらんやろ、こうなると。めっちゃ飛ばしてるけど、おいおい、散らかすんじゃないよお前たち。散らかすんじゃないよ、まったく。あ、まあまあまあ、もうこの辺でいいか、もう見るのとしてはね。うん、どの辺だろう、ちょっと、どの辺。ああ、なんかいっぱい来たね。えい、あ、壊れた。カメスライダー爆弾だと壊れるんですね。なるほどね。あいつ焦げたけど。人間爆弾。人間爆弾。ああ、なるほどね。あ、カメスライダー、一気に壊れるんだね。全部壊れましたね。あ、連鎖して全部壊れるんだ。ああ、なるほどね。ということで、ログスライダーは、一切関係ないみたいですね。ログスライダー全く関係ないですね。そしてカメスライダーは、意外と使えるかも。これあれ、高さをね自分で選べるんで、うまいこと高さを多分調整しないとダメなんでしょうけどね。うん、高さ調整しないと、あ、落ちた、落ちてないか。高さ調整しないと多分上手に防御できないかもしれませんけどね。うん、あれ、死んだ、死んでないよね。ちょっと待って、これじゃないな。やるんならこれだな。これでいくか。ああ、いっぱい来ましたね。チャキン。あ、当たんね。これ難しいんだよね。ちょっとホップするんだよね、これね。普通の弓と違って。はい。お、関係ないな、こいつ。こいつにとっては関係ないんですね、こいつらにしたらね。まあ、原住民も飛び越えてくるんで、原住民に関してもあんまり関係ないんだろうね。ね。散らかしてくれたな。めっちゃ散らかしてくれたな、お前たち。せっかく俺ちゃんと並べたのに、本当に。うん、せっかくちゃんと綺麗に整列してあったのにな、本当に。ずいぶん散らかしてくれたな、お前たち。うん、お前も何突っ立ってんの、これ。おい。おい、何突っ立ってんだよ。あ、燃えなかった。たまに燃えない時あるよね。なんかね、刺さらないと燃えないんですかね。あ、ご苦労さんですね。うん、ご苦労さんだと言っておこうよ。あ、だってか、ちょっとホップするんだよね、これね。横綱倒したいね、横綱。当たった？あ、当たったけど燃えなかったね。踏まれてるじゃん。原住民踏まれてるじゃん。あ、死ぬ死ぬ死ぬよ、お前。その水に入ったら死ぬって。あ、死ぬ死ぬ死ぬ。溺れる溺れる溺れるってば。ああ、溺れたかな。あ、お前も、あ、溺れる溺れる溺れるよ。危ないよお前それ。そう、出てけ、出ろ出ろ出ろ。危ない危ない危ない。溺れる溺れる。
ちょちょこっち来るなって溺れるからお前。燃えない、燃えなかったな今。よいしょ。え、燃えない。キャーって言ってるけど、言ってるから当たってんだと思うけどね。燃える時と燃えない時あるね。燃えた？あ、めっちゃ飛んでる。あ、死んだのかあいつ。めっちゃバウンドしたな今。散らかす、散ら、すげえ散らかすこいつら。めっちゃ散らかすやん。散らかすな、散らかすな。散らかすんじゃない。こら、お前。散らかすんじゃないよ。あ、死んだか。困ったやつらやな、本当に。そして、お前帰ってくのか？おい、帰るのか？ちょっとどこまで行くの、あいつ。帰ってくの？帰っちゃうのか？だ、溺れるってば、お前たち。お前たち溺れるぞ。あいつもう一回、こっち寄ってこないかな、こっちに。あ、燃えない。遠いな。ああいうやつを撃つにはちょっと遠いな。あ、燃えない。燃える時と燃えない時の違いがよくわかんないね。刺さったら燃えるんかな。燃えた。死んだ。まあ、ということで、結論からいくと、何でしょうね。ログスライダーはあんまり、防御壁としては全く意味をなさないっていう感じですかね。これ上がれないんだった。そうだった。はい。ちょっと俺は通れないじゃん。お前らは、ちょちょちょ待て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 。お前らは普通に走ってくのに俺通れないじゃん。こんな狭いところで戦えないわ。あ、もう一匹横綱がいたわ。はい、かかってこい。えい。えい、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 えい。はい。めっちゃ飛ぶな、お前。めっちゃ飛ぶやん。はい。あ、ささっと。弓返せ、それ。矢を返せ。矢を返せ。お前も矢返せ、それ。返せ。回収してやる。よいしょ。へいへいへい。お前から死んでもらうか。あれ、逃げられた。食ってんじゃねえよお前。地味に食ってるんじゃない。いて。食うなって。食うなよお前。どさくさに紛れて。死んだ。あ、死んだね。あとお前だけだと。お前も刺さってんじゃん、矢がなあ。刺さってんじゃん、それ返して。ちょっと返して。よいしょ。以上かな。横綱一人いたけど、横綱こっち来なかったのかな。いや、まだいるね。あそこに佇んでるな、あいつ。佇んでるやん。これ罠でも直すか。ここにかかれ。かからないのかな。何の音、何の、何の声、横綱の声。くるくる言ってんのは。めちゃめちゃ散らかしてくれたな、お前たち。なあ、散らかしすぎじゃないちょっと。ねえ。一匹どっか行ったじゃん、そして。あいつ動かないね、全然。お前もなんだよ。来ないのか。お前来ないのか。呼ぶなよ。あ、上がっていかれるとか当たんないじゃん。降りてこい、降りてこい。いてててて。上がっていくなって。上がるんじゃない。あ、死んだか。
そこ通れないの、お前。通れない感じ。俺も通れないんだけどね、そこね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。いらっしゃい。あ、いた。タイミング悪かった。タイミング悪かったな、今。はい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 。はい。よいしょと。まあこんな感じですかね。全滅ですかね、これで。そこに横綱が一匹いるけど。あいつなんで動かないんだろうね。爆弾ないか。爆弾ないね。これで行くか。あいつでも火つけても普通に走ってくるからな。こいつね。普通に走ってくれるよ、こいつ火つけたって。おお、逃げられた。あ、来た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 。やべ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 。あー、死ぬ死ぬ死ぬ、溺れる溺れる溺れるって、溺れるってば、溺れるって、溺れるって言ってるでしょお前。おお、たどり着いた、こっちまで。たどり着いたのかお前。でも死にそうだな、死ぬんじゃないもん。溺れる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 。深いところで死なれるとね、川回収できなくなっちゃうから、ね、ちょっと浅いとこに行ってくれよ。行くんなら。ああ、あー、溺れちゃった。はい、ということで、まあ、結論何回も言ってますけど、ログスライダーはあまり意味がなかったってことですね。うん、でカメスライダーは使い方によってはなんかいい防壁になるかもしれませんね。はい、ということで、よかったら活用してみてください。では、ご視聴ありがとうございました。大神さんでございました。またね。